ということで、まずは須郷の審査コーナーを紹介。斉藤大吾選手のド迫力走りをチェックだ。まずは最終コーナーでちょっと流してドリドリにアピール。俺は私は行っちゃうよ的な印象を与え、1コーナーへ可能な限り流しっぱで2コーナー3コーナーへとつなげる。速さも重要なため、サイドは最小限に抑えること。審査コーナーは6個もあり、シリーズ中最も長い審査区間となるため、集中力の維持も重要なポイントとなる。マシン、そしてドライバーにとってタフなコースター。